大渋滞は、イギリスの長寿 SF ドラマ、ドクター・フー第3シリーズ第3話。2007年4月14日に BBC1 で放送され、脚本はラッセル・ T ・デイビスが、監督は、チャールズ・パルマーが担当した。大渋滞は、第1シリーズ、地球最後の人、第2シリーズ、新地球からなる、緩やかな三部作の締めくくりのエピソードであり、 第3シリーズの一連の物語のヒントを含んでいる。大渋滞は2006年9月から10月にかけて制作され、撮影にはスタジオで大量の CGI が用いられた。カーディフでもロケが行われ、特筆すべきロケ地は、テンプル・オブ・ピースである。大渋滞のイギリスでの視聴者数は841万人で、非評価からも一般に肯定的な評価を受けた。なお放題、 大渋滞は2012年1月7日に、ララ TV で放送された際のものであり、Hulu ではグリドロックという別放題で配信されている。大渋滞は、第1シリーズの地球最後の人、第2シリーズの新地球からなる三部作の3番目のエピソードである。ノービスヘイムとムードパッチに見られる緑色の三日月マークは、新地球にも登場していた。 ヒットオライターかつエグゼクティブプロデューサーであるラッセル・ T ・デイビスは各年で同じ世界を訪れてドクター風の方式では難しい連続性を維持することを望んだ。プロデューサーのフィル・コリンソンは時事問題を書くというデイビスの傾向が大渋滞に現れていると主張した。本作は暗いディストピアの未来の設定であるが一般的な交通渋滞の風刺でもある。 物語は暗いが、ドクターが文字通りに空を開いて光を入れることで場を変える様をデイビスは示した。また、デイビスは賛美歌を使用して高速道路のメンバーに希望と団結をもたらした。高速道路の人間たちは丘に立てる荒削りの応対、さらに終盤では日暮れで四方は暗くが流れた。また、このエピソードではマーサに対するドクターの愛着が 増している様が描かれた。彼は彼女に嘘をついて、ニューニューヨークに連れて行ったことに罪悪感を覚え、彼女が連れ去られた際には、寂しさを抱いていることに気づいた。デイビスは、ニューニューヨークが多くの面で、コミック 2000AD のメガ、シティ1をベースにしているとコメントしており、具体的には、ジャッジ、ドレッドのマックスノーマルのビジネスマンの外見が、例に出された。 ナンバリングされたムードパッチはギャレス・ロバーツによる旧代前ドクターの小説オンリー・ヒューマンのムードコントーラーのナンバーに対応しておりデイビスはこれにインスパイアされたことを述べた女性リポーターのサリー・カリプソはコミックザ・バラード・オブ・ヘイロー・ジョーンズへのオマージュでありこれにはスイフティ・フリスコという登場人物が登場したまたオンラインコメンタリーでデイビスは ブラニガンの外見が1990年代初頭の CBBC の番組ライブキッキングのバーチャルプレゼンターの CG の猫ナッツを元にしていることを指摘した。エピソード冒頭の MA と PA は絵画アメリカンゴシックのノン夫婦に基づきどちらも特徴的な髪型、メガネ、服装をしている。アリスカシーニとメーカシーニは ドクター風に登場した初めての同性婚夫婦である。フェイスオブボー本作では、二代目ドクターのザ・マクラ・テラーに登場した巨大なカニ型の種族マクラが再登場した。大渋滞では、彼らは以前の知的生命体だった状態から変貌していた。デービスは失われたエピソードのモンスターを40年後に再登場させることは気の利いたことだと考えた。また、 大渋滞は、新地球で、フェイスオブボウが、ドクターに話すと約束した、大いなる秘密。君は一人ではないを明かし、これが、第三シリーズの一連の物語の手がかりとなる。フェイスオブボウは、カサンドラと同じく当初、新地球で死亡する予定であったが、それは延期された。ボウの最後の言葉の意味は、第三シリーズの、ユートピアで明かされ、ラストオブタイムロードで、 フェイスオブボーの正体がキャプテンジャック・ハークネスである可能性が示唆された。本エピソードはこれまでのドクターフーで最も大量かつ複雑な CGI を使用したエピソードである。高速道路は1台の車のセットを除いてすべて CGI で制作され CGI の世界の最初のエピソードであるとされた。ザ・ミルの VFX プロデューサーであるウィル・コーヘンは ニューニューヨークの外観には、映画、ブレードランナー、フィフスエレメント、スターウォーズが影響したとラジオタイムズで明かした。エピソードの大部分、特に車の内装のシーンは、アッパーボードスタジオで完成された。このため、一台のみの車のセットが使われ、劇中のそれぞれの車用に改装された。車居住者の生活感が出る、よう、未来的でよく知られた家具が置かれた。 ブラニガンとバレリーの子供は本物の子猫が演じ、監督は困難であった。制作チームは一辺6フィートの車内で4日間撮影し、使えるカメラアングルが少なく、小道具や照明の調整ができるのもクルー一人だけであったため、デイビスはこれを悪夢と呼んだ。さらに、車の周りで煙が発生したため、CGI の車から出た CGI の煙とそれが、 混ざることとなった。閉所恐怖症を感じた演者に合わせて、セットは拡張された。ドクターが車から車へ飛び移るシーンのために、車の下側が制作され、可能な限り多くのアングルから撮影するために、グリーンスクリーンを背景にして、下の車の上部から10から15フィートの高さに、吊り下げられた。カーディフのテンプルオブピースは、ダーカンドテンプルのためのロケ地で、 ニュースレポーターのサリー・カリプソのテレビスタジオにも使用された。制作チームは2006年9月18日から19日まで、そこでの撮影に2日を費やした。制作チームは壁を濡らすことに苦労し、人工の雨はある。種の撮影では難しいことが分かった。2005年のエピソード、地球最後の日での地球の破滅の後に人類が移住した。 50億年未来の惑星新地球を舞台とする。本作では異星人のタイムトラベラーである10代目ドクターとコンパニオンのマーサ・ジョーンズがニューニューヨークの地下高速道路システムの永久的な渋滞の中で暮らしている人間がいることを発見する。マーサはファストレーンを目指す二人組に誘拐され、ドクターは彼女を見つけるため追って高速道路に入る。大渋滞は BBC1 にて、マンチェスター・ユナイテッド FC と、ワトフォード FC の2006から 07FA カップ、準決勝の直後に放送された。もし試合が延長された場合、エピソードの放送は次週に持ち越されることとなった。当夜の視聴者数は800万人で、タイムシフト視聴者を考慮すると841万人であった。これにより本作は、その週の BBC1 の番組で2番目、 全チャンネルで7番目に視聴された番組となった。大渋滞の評価指数は85であった。日本では2012年1月7日に、ララ TV で放送された。イグンのトラビス・フィケットは、大渋滞を10点満点で8.4と評価し、第3シリーズで最初の優れたエピソードであるとした。特に彼は交通渋滞の風刺やテナントの演技。 ドクターの不在をコンパニオンとして補うマーサを称賛した。SFX のヤンベリマンは大渋滞を追いつつ星のうち4つ星と評価した。彼は小道具部門の細かな注意、枕の登場、交通渋滞のコンセプトを称賛したが、ストーリーに数多くの欠陥があるとも感じた。また、彼はマイロ役を演じたトラビス・オリバーをぎこちないと感じた。 スランとマガジンの批評家ロス・ルーディガーは、あまりに忙しく、そして混沌としていて把握できないので、一見したところではこのエピソードは好きではなかったが、後で見ると、物語の背景の質が非常に高いと分かったと、コメントした。また、彼は当初枕を、もっと見たいと願っていた。ザ・ステージのマークライトは、地球最後の人、新地球の舞台を復活させることに、好意的で、 さらにジェマンとエピソードのビジュアルを称賛した。ただし、彼は、結末が人生参加であると感じた一方を、なぜ最初の場所で、フェイス・オブ・ボーは高速道路の屋根を開かなかったのかというストーリーの欠陥らしきことに気づいた。DVD トークのニック・ディオンスは本作を、上質なワインだ。年を経るほどに良くなると評価し、エピソードには、素晴らしい想像があるだけでなく、 大渋滞はドクター風の歴史で最も感動的なシーンがあるとコメントした。ドクター風新シリーズの非公式ガイドブックフーイズ・ザ・ドクトルではクレアム・バークが大渋滞を現実的でない偶話として解釈し、真実を知らない運転者の力強いテーマが本作の強みであるとコメントした。彼はコメディのセットピースの多い面白くて ペースの速い物語が有利に働いたとコメントし、枕の登場は長年のファンを癒すものであるとした。第3シリーズには、ジョン・スミスの恋、ファミリーと永遠の命や、瞬きするなといった人気のエピソードがあるが、バークは大渋滞が第3シリーズの最高のストーリーの最有力候補であると感じた。バークの者であるロバート・スミスも、また本作を新シリーズで、 最高のエピソードの一つであると呼び、特にテナントとアジェマンの演技を称賛した。トップレスロボットは本作を10代目ドクターのエピソードで5番目に良いものであるとした。ありがとうございます。